ほら。おお、でかい。何この芋。なんで？ミステリーだね。アロハイッチです。今回はですね、2023年1月の1ヶ月の成果をお見せしたいと思います。向こうをね、またさらに開拓しておりますので、早速見に行きましょう。はい、ということでこちらがですね、まあ1月のね成果になります。あんまりね進んでないように見えるかもしれませんが、結構ね畝もね結構できたし、草刈りもね実は結構進みました。あの辺とかだいぶねすっきりしまして、まあ徐々にですね畑にできるような準備が整っておりますけれども、こちら大根を入れております。ちょっとね向こうの、あ、虫にやられてる、やられてる大根。こちらまたね人参植えてるんだけれども、こっちはまだ何も植えてない状態ですね。まあ徐々に向こうを切り倒されてるのがねお分かりいただけると思いますけれども、畝を作りながら耕しながら、ここの草を刈りながら、あの背の高い草を刈っていくということでね、徐々に進めてっておりますのでね、行きたいと思います。ほら、ここもさ、うん、お前は刈ったな、だいぶ、こっちも。まあ、ここ通路の分だけね、残して、こっちも、こっちとね、同じような感じに、ね、作っていこうと思うんだけれども、はい、まあ、夏に向けてね、やっておりますけれども、さて、こちらのエリア行きますか。こちらのネギ、前回よりもまあ1ヶ月も経ってるからね、さすがにネギの種をまた植えておりまして、いい感じになってきたね。成長はしております。九条ネギたちですね、こういう感じということで、そしてネギがね2列、結構大きくなったんじゃないかな、1ヶ月でまた、で、まあね九条ネギ、九条ネギ、長ネギの石倉ネギがすごいね植わってるという感じですね。そして今月はですね、まあ、夏野菜の、まあ、苗作りということで種を植えております。苗を買ってもいいんだけどね、まあ種から作った方が安いしいっぱいできるので、こちらトマトの種を植えておりますけれども、発芽してるね、ほら、うまい。3粒植えたつもりないんだけどな、3粒出てきたね。ということで結構ねトマト苗出てきております。こっちがね大玉トマト、こっちがミニトマト。うわ、発芽してる、ミニトマトも出てる、うん。でこちら、あ、こちら、あ、向こうでもね育ててますが、これねシシトウですね。また今のところ今のところ4つ出てんのか。でこちら枝豆ですね。キュウリちゃうの、これ枝豆。こっちは枝豆、向こうで植えてたのはね実は失敗をしまして、でこっちで植えてた枝豆もね30粒ぐらいあったんだけど、生き残ってんのがたった6個ということで、ギリギリの戦いをしてますけれどもね、まあ、なんとかうまくいってほしいな。なんで生えてこうへんの、腐っちゃったんだよね。まあ期待しましょう。そしてこちらがキュウリですね。まあ、ちょっと発芽しなかったのが4つあるから、まあそれにしても発芽率はなかなかいいんじゃないかな。8割ぐらいあるかな、こういう感じ。まあキュウリ向こうでも育ててるんだけれども、まあなんとか
こ出てきちゃってる。ほんまや。うん。まあなんとかね、うまく育ってほしいな。ということで、ネギは順調。あと3ヶ月ぐらいかかるかな。うん。と思うんだけど。そして、こちらがね。ネギゾーン。結構また成長したよね、これね。うん。こっちは、いまいちだけど。長ネギは順調。そして、こちら。何だったでしょう。シシトウ。よく覚えましたね。シシトウですね。まだ収穫はしてないけど、これもね、だいぶでっかくなってきて。いい感じ。ちょっとこういう脇芽をね、取んないといけないんだけどね。これが一番大きいね。多分次、2月に入ったらね、もうシシトウ収穫始まるかもしれない。かなり成長してますね。全部で5本植えております。そしてこちら白菜ですね。ちょっと黄色くなってきちゃったんだけど、もうね、6個あって、まあ、5個、これちょっとまだちっちゃいんだよね。これ以外は収穫もできるかなって感じ。かなりでかいですね、うん、もう食べていかないといけない状況かなと思います。そしてこちら玉ねぎですね。めちゃくちゃ大きくなりました。玉ねぎ育ててる方も今いらっしゃるんじゃないかなと思うんだけど、日本でだいぶね、でっかくなりまして、こちらね、再生栽培ということで、あと、まあ、1ヶ月、2ヶ月ぐらいかかるかな、様子見でございますけれど、実は塔が立っちゃったのが、ね、5個ぐらいあって、ここね、塔立ちしちゃったのよ。そうするとなんか硬くなってね、食べられないみたいなんだけれども、まあその他はお花咲かないんでね、大丈夫かなと思うんだけれども。最後こちら大根ですね。なんか細ない、うん、細いね。同じ向こうとこれからご紹介するところよりもちょっと細いんだよね、まだね、日当たりだと思うんだけど。でこの間見たさ、うん、あの覚えてる、ここのなんか、あ細いじゃんみたいな、かわいそうとか言ってた大根。うわかわいそう、この大根これね、めっちゃ細いで、多分ね、虫いるんだよね、この下に。めっちゃ細いやん、その大根。葉っぱがな、むしられてかわいそうに、こんななっちゃったんだよね。うわ、かじられたわからない、ここだけえぐれてるんだよね。どういうこと。まあ、だからかじられちゃったんでしょ、うん、ってことで、かじられても育つんやな、いい感じになってる。そして、こちら、うん、見てこれ、伸びてる。4カ年計画で考えております長芋でございます。前回多分ね、おへそとかって言ってたんだと思うんだけど、ここまで成長したね。おへそまでもうあるからね、すごい。これあっという間だよ。今回はもう余裕で背丈をね、超えまして、1ヶ月でね、この先っぽはもう切っちゃった、うん、切ったらもう脇芽がこうやってね、どんどん出てくるんだよね。本当はネットかけたいんだけどね、こういうキュウリネットみたいなやつ、まああるにはあるんだよね、まあ、かけようとは思うんだけど、ちょっと時間がないからね、やってないだけ。さすがに必要だね、もうね。ということで、まあ、全体はね、こういう感じですけれども、またちょっとご紹介を兼ねていきたいと思うんだけど、まず僕のね、苗ゾーンをご紹介しようか。こちら白菜ですね。結構成長の差がね、激しいんだけれども、もうこれなんかもうでっかいのはもう植え付けないといけないね、これね、うん、で、これこっちが2週間遅れで植えた方の白菜の苗ね、うん、まあまあ大きいかな、いい感じ。そしてこちらの苗は春菊ですね。ちょっとね、うん、間引きしなきゃなーって言って一回も間引きしないで来ちゃった、これ。でもね、春菊すごい植え替えに強いんでね、まあ多少根っこ切れても全然大丈夫なんで、
これをね植えていきたいと思いますけれども、もう植えなあかんちゃう、うん、もう植えないといけないね。空いてるスペース向こう側にね植えたいと思うんだけど、あとはねネギか。うわもう雑草とまみれって何かわからん。すごいこれ、これ九条ネギ、うん、これも植え替えしないといけないしね。こっちもね卵パックに植えてる。これね青ネギじゃないや長ネギ、うん、なんかやっぱトレーで植えた方がよく育つのかもしれない。うまいな、うん、地植えするよりね、まあ、そういうとこなんだね。はい、ということでこちら長ネギね、またカットしてちょっと成長を促している状況でございます。そしてこのね野沢菜、もうえらいことなってんな。えらいことなってきたね。これもうさ種できてさ、この辺とか弾けちゃったんだよね、うん、種こぼれてるんでこれをねそろそろもう引き抜いて処分したい。邪魔だから、うん、ちょっと見るこれ一個、このね野沢菜ってね実は株なんですよね。知らない方も多いと思うんだけど、これ見える。うわでっか、ふっと、うわうわでっかいなこの株、でっか、うわもう種あるんでね、まあ、あの種で十分かなという感じなんでね、うん、もうこれからあれ処分したいと思うんだけども、ほら種ついてるんだ。うまい。これをまああと乾燥させてね、種落ちないようにキープしてまた植えていけば、うん、いっぱい取れるはずなんで。こうやってさ、これまだ熟してないけどさ、種いっぱい入ってんの。うまいな、入ってる。10個以上あると思う、うん、こんな大きい株がなるんだよ。まあすごいな。そう、本当だったら食べれるんだけどね。ああそうなの、うん、ちょっと大きくなりすぎてるから、さすがに食えないということで、いきますか。これもついにもうね、あのお別れしたいと思いますよ、うん、ね、菜の花のいい匂いするんだけど、こちら春菊ですね。ということで先ほどのね種も育ててるんだけど、やばいねこれ、ほらもうお花咲いてきてる。うまい、とう立ちしてるんですね。切らない、あ、うまい、ね、結構もう終盤だと思いますけどね、まあまだ全然食べられる、青々してて綺麗だからね、うん、すごい美味しそう。あとはねネギですね、これね、ネギ、ネギ、あ、それはニラだけどね、全然生えてこへんのニラね。えもう6ヶ月ぐらい、うん、ね、5ヶ月か経ってますけれどもね、ちょっと成長遅いよね。これこれだけ違うネギで、太い、これ下仁田ネギ、鍋にしたら美味しい。これちょっとね背の低い結構葉の太いネギなんだけど、あんま成長しないかなと思ってたけど、植え替えしたらなんかいい感じになってきた、うん、まあ、2ヶ月ぐらい食べられると思うな、それはね。ということで、まあ、この辺もね、これまた春菊だね、うん、こっちは新しい春菊。そう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 、大根の合間に植えてた春菊がすごい成長してきて、うん、美味しそうだよね。美味しそうやな、うん、まあ、向こうは結構もう年寄りだね、あれもう5ヶ月以上収穫してる春菊、うん、こっちはまだね青々してて美味しそうな春菊出来上がっております。ということでね、でこちらがさつまいも、もうすごい量だね、うん、多分もう5ヶ月ぐらい経つから収穫はねできるはずではあるんだよね。はい、ということで今日の最後にですね、こちら
草刈りをしてたら出てきたさつまいものつるをですね、このまんま苗にしてここの畝に植えていきたいと思います。はい、ということで全部で9株ですね。試し掘りしてみる。うわうわ、なんか食われてる。穴開いてる。うわ、なんかにやられてるなこれ。うわ気持ち悪い。なんだこれ、どうなってるの。掘ってみる。え、なんかいっぱい芽出てるけどこれ。あ、芋ができて、うん、その芋からまたもう芽が出てるんだこれ。あ、もう遅いの。え、マジそんなことある。大事に育ててたらな。ちょっと掘ってみようか。え、ないで何も。あ、え、マジ食べられた。ちょっと掘ってみるか。え、根っこここにあるけど。あ、いた。いた。うー、いたやん。うわ、ミミズいっぱいな。なんだ、気持ち悪いな。あ、腐ってる。うん、何？何がいいの？いるよ。いる。うん。ほら。おお、でかい。何この芋。何このさつまいも。さつまいもなんこれ。多分。美味しいのかな。どこの芋これ。ここに生えてた昔先輩がさつまいも植えてた芋のつるなんだけど。ここにも。うわ。あ、折れた。何これ、美味しいの。美味しいのかな。とりあえず試し掘り2本ということで、うん、まあ、これ美味しくなかったら早急に処分して、処分してまあとりあえずさつまいも2本、焼き芋にしましょう、うん、でもこんな白いの珍しいね、うん、まあすっごい甘いかもしれないよ、うん、ねえ、まあまあちょっと細い気もするけどね、うん、ちょっと帰って焼き芋にしてみたいと思います。なんでそんなグネグネんだ。なんでだろうね、土ふかふかなんだけどね、うん、こっちもね、さつまいも、こっちがね、多分紫芋のやつ、うん、かなり茂ってきたけど、これまだね、あと1ヶ月半ぐらいはね、必要だと思う、うん、そしてこちらのじゃがいもですね。コストコのちっちゃい、結構高いじゃがいも、白いじゃがいも、紫色のじゃがいもということで、こっちのが1ヶ月遅れでね芽が出てきて、まあ、1ヶ月遅れで育ってるんですけど、こっちね、もうね結構枯れてきてんだよね、うん、ちょっと試しに掘ってみる。特にこれ、うん、もう収穫時期はね来てると思うんでね、まあさつまいもに続き、まあ、試しにね掘ってみたいと思いますけど。うわ、もう出てた。え、上に乗ってる。やばいな、土寄せしてなかったから。あ、ここにもなんか。うわ、で、何？でっか。え？何これ？どういうこと？コスコのじゃない。うわ。なんで？ミステリーだね。うわ、残念。緑色になっちゃった。食べられへんの？食べられないよ、緑になったら。毒があるんだよね。ああ、え、植えたサイズさ、うん、これだったよね、うん、え、てっきりこのサイズのじゃがいもだと思ってたけど、大きいのあんねんな。違うんだね。あ、これ芽出てる。うーわ、もう肩くっついてんやん。くっついちゃったね。緑やん、その隣ももう緑出てんだよ。これでしょ、うん、こ
これやばいね、これ失敗したな。あ、全部が出てるわけじゃないんだね。マジで。こっちもチェックした方がいいんじゃない。ねえ。うわもう芽出てるし、すごいな。うわ、でっか、ほんで。知らなかった。衝撃的事実。まあ切れば食べられるけど、うん、でも明らかにこれはもう食べられないな、これ、うん、めでてるしね。まあ次の、まあ、基本的にずっと食べられるようにしたいと思ってるからね。まあ次の植えながら食べながらっていうことにはなるんだけれども。え、緑の植えたらさ、また食べれる？芋できんの？うん、できるよ。日が当たっちゃうとさ、緑になって食べられなくなっちゃうんだけど、ソラニンっていう物質が出て、じゃがいもの芽にも毒あるからね、これね。まあショックだね。土かぶって、ちゃんと見とけばよかったね。あ、でも、あ、出てるな、この辺も。まあまあまあ、そんなに目立たないかな。緑のやつはまた植えればね、いくらでも食べられるから、永遠に。まあ、しゃあない。なんかびっくりだな。ということで、こちら九条ネギですね。2回目のカットを終えてますけれども、あとはこれまた植え替えようかなと思ってるんだよね、うん、ちょっとマルチシート引いて、黒マルチ引いて2、3本ずつに分けてね、植え直していきます。そしてこちら、僕の畑の中で最も成長している長ネギになりますけれども、まあ、結構ね、もう食べてもいいんじゃないかなって思う段階までね、育ってきております。いい匂いするな、ネギの。ねえ、楽しみにしておりますけれども、まあ、こういう感じだね、ネギネギ、いい感じ。そして大根。うわ、でっか、もぬけるやん。そうそうそう、うわ、これとかめっちゃでっかい、割れてる頭。そうそう、割れちゃったら特にこれひどいよ、これ。ちょっと最近天気悪くてさ、雨がひどかったから、これもまあ舌食べれるな。うん、こんな割れちゃった。うわ、めっちゃ立派やのにな。もったいないね。うん、言葉は捨てて。立派だね、これ。立派、まっすぐやしな。うん、他の、あ、ちょっと割れ始めてるな。まあ、ここから下は全然普通だからね、うん、すげえ美味しそうじゃん。美味しそう。葉っぱもね、これ結局これもね、薬一回もまかなかったけど、うん、綺麗やな。アブラムシ全くいないな。なんでだろうね。なんだろうな。なんか土が良かったりするとアブラムシもつかないとかって言うんだけど、うん、なんでだろう。まあ化成肥料は使うんだけどね、少しだけ、うん、でもまあ立派だね、うん、ということで最後見ますか。またネギが植わって、植えたばっかだね、これね、2週間ぐらい前に植えた。で、うん、人参、立派でしょ。立派。どんな人参生えてるか楽しみやな。ねえ、いつもなんかおかしいの生えてくるか、うん、短いかもしれない、うん。今日はね、大根が取れればいいか、うん、ということで、最後はですね、こちら僕の地映えきゅうりのところですけれども、ということで早速きゅうり見てきますか。うわ、うわ、虫に食われてる。やられたな、ほら。ああ、いいキュウリもあるんだけどね。キュウリ花咲いてんよ、さっきちゃん。こっちの下にあるやつ、うん、いっぱい咲いてる。うわ、でっか。ちょっとこれはでかすぎたね。虫に食われてるし。ね、さっ
最近トータルで、まあ、1月はですね全部で136本のキュウリを実はね収穫いたしました。多い日で23本のねキュウリ収穫できたんだけれども、これもいっぱいやな、うん、ちょっと取り遅れた感あるけど、うん、天気が悪くてね、これすごい、でかこれ美味しそうだね。美味しそうやな。逆にこういう黄色い感じもなんか美味しそうだけどね、うん、立派だね、うん、これはあんまりちっちゃい、1日ぐらいかなって感じ。結構キュウリ探すの大変なんだけど、これが普通サイズか、うん、これがね普通だな。これぐらいで取れたら一番いいよね。そうやな、うん、でこれなんか曲がってるっていうことはどういうこと？虫がいる。虫がいるんだよね。ほら、しゃあない、薬使ってないから。うん、キュウリある。ここ あ、これも食われてる、うん、こんなに3つも穴開いてる。うわ、まあ、虫食いはね漬物にしちゃえばね、切ったらもう虫いるかいないかなんて一目瞭然だし、穴開いてなければね虫いないんだよね。これは虫いない。うん、綺麗。あ、ここにもある。でかい。うん、お、ほんとだ、見逃してた。いいのあるじゃん。こっちはもう一日だね、うん、キャッキャッってことで、キュウリ見ますか。これちょっと虫食いがあれやから、うん、カウントしないとして 1、12、これもちょっとあかんかな、うん、12ということにしましょう、うん、まあちょっと少ない方かな、うん、ということで、まあ、ちょっと最近天気悪かったっていうのもあるんだけど、まあ、こんなもんですね。ということで1月の成果はねこういう感じでございます、今月ですね2月はですね、まあ、さらに向こうね開拓を進めていって、今ね小さなトマトの苗とかいろんな苗、これからねナスとか、苗作っていきたいと思いますのでね、楽しみにしていただきたいと思います。では1月の報告でした。次回以降もお楽しみに。マハロー。